イタリアメディア、スカイは、現在の欧州5大リーグで活躍を続ける、高年齢選手のランキング、作成して9日付で公開した。ストラスブールの本代表 GK、川島英二も、ランクインしている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、近年の、サッカー、境では30代半ばを過ぎて衰える様子のない、線も、珍しくないが、特に圧巻なのは、ミランの FW ズ、タン・イブラヒモビッチ。39歳となった今季も、ルを量産し続けるイブラがクラブキャリ、通算500ゴールを達成したことを記念し、スカイは、他国リーグも含めた大ベテラン選手たち、紹介している。現在の欧州5大リーグで最年長、選手は、フランスのモンペリエに所属するブ・ジル人、GK ユトン。43歳ながらもコンスタントに、礼を続けており、今季リーグアンでも24試合、17試合に出場している。欠場した7試合のうち3未は、出場停止によるものだ。2位は、ユベントスの42、GK ジャンルイジ・ブッフォン。3位には41歳のカデ・ス・GK、アルベルト。今季2試合に出場した後すで引退。さらに、エルチェの FW2 位の、サッスオロ、GK ジャンルカ・ペゴロ、ベティスの MF ホアキンにいて、イブラヒモビッチは7位となっている。上、20人が紹介されたランキングの中で、37歳10ヶ月の島も19位にランクイン。フランクフルトの長谷誠は37歳1ヶ月で、ブンデスリーが最年長選手であるが、5大リーグ全体での20位以内には入ってない。スカイは、ランキングの最後に、世界最年として、横浜 FC の FW、三浦和義、和にも言及。1994-95シーズンに、ジェノアでプレーした選手が、今月26日で54歳、なるにもかかわらずプレーを続けている子を驚きを込めて伝えている。りょう。